華厳寺は、岐阜県伊比郡伊比川城、谷組特設にある、天台宗の寺院。三号は、谷組山。本尊は十一面間世音、菩薩、脇寺として、不動明王と毘射門天を安置する。西国三十三所、第三十三番札所。満願ケチ岩の寺院で、桜や、紅葉の名所としても知られ多くの観光客で賑わう。 最国三十三所の札所寺院では唯一、近畿地方以外にある。本尊真言、音んかキャロにキャッソワかごえいか、を照らすふつの印ありければまだともしびきえぬなりけり、ごえい万世の願いをここに収めおく水は、苔より出る谷組ごえい今までは、親と頼み塩いずりを脱ぎて、収めむるみのの谷組三道に王蔵本堂後輩の、 精進落としの濃い a 6三年成立の谷組山根本由来記によると、下厳寺は延暦十七年、合図の軍事で黒川号の大口大領なる人物によって創建されたという。由来記によれば、大口大領は都の仏師に依頼して、自らの信仰する十一面観音の像を増留した。彼は観音像と共に合図に帰ろうとしていたが、途中、 美の国の赤坂で観音像が動かなくなってしまった。赤坂の北五里の山中に観音所園の霊地があるというお告げを受け、大口大量は同地に草案を建立。延暦末年に当地で修行していた僧、豊風園商人の協力を得て、下言寺を建立した。延暦20年、寒武天皇の直願寺となり、延技17年には醍醐天皇が、 谷組山の3号と下言寺の変額を課し、天行7年には、須崎天皇が鎮後国家の道場として、当時を直眼書に定め、仏具、福田として1万5千国を与えたという。谷組山という3号については、寺付近の谷から油が湧き出し、仏前の灯明用の油が汲めども尽きなかったことに由来する。 西国三十三書霊場の中校者と伝承される花山法王は徒歩で巡行し、当時を第三十三番札書の漫願書と定め、善意、杖、及び三種の御栄華を奉納したと伝え、鎌倉時代には御白川法王が花山法王の後を慕って、同行専友余人を従えて巡行したという。なお、西国三十三書巡霊について触れた。 最も古い資料である、寺門構想期初集の行村殿及び、各中殿では、第33番の霊場は、三室戸寺になっており、恩城寺の僧、各中が33所霊場を巡礼した王法元年には、華厳寺は、万願書ではなかった。また、三種の御英歌のうち、陽寺寺寺の歌は、作者が判明しており、花山法王ではなく、前室の各中の作家である。 上級三年の上級の乱では、朝廷側に属したため、治療を募集された。県務元年足利市と日田市の戦乱が起こり、日田一族の堀口貞光の乱をはじめとする、戦乱で、幾度となく書道が乱を消失するが、本尊並びに、脇地等は山中に移し難を逃れた。文明十一年、観音菩薩の無国を受けた、薩摩国鹿児島寺元寺住食堂波重国により、 再興されたと伝えられている。大泉堂満願堂総門をくぐると、左右に、ソメイヨシノの桜並木、土産物店、飲食店、旅館などの立ち並ぶ参道が続き、距離にして約1キロメートル徒歩10分ほどで、二王門に達する。そこからは、緩やかな登りの石畳の参道となり、突き当たりの石段を登ると本堂がある。本堂背後には、阿弥陀堂、大泉堂、 小安堂、そこから、さらに石段を登った先に、万願堂が立つ。このほか、万願堂から徒歩約1時間ほどのところに、奥の院がある。重要文化財谷組山家厳寺門前町の谷組門前町並みづくり協議会によって、マスコットキャラクター、祈りちゃんが制定されている。マスコットキャラクターとしては初めて33章の万願を達成した。 この功績は33所札書会に認められ、西国33所 PR 大使、補西国巡礼大使に任命、また特命選抜にも任命された。ありがとうございます。